だなあ。じゃあお魚さんだったら食べられるよね。お魚さんも嫌い。もうお野菜嫌い。あ、グモリン。お魚さんも大嫌い。好きなものだけ食べたいもん。もうこんなことしたらダメ。誰？ボンジュール。私たちはスリーポリンキーズ、ポール、ジャン、エルだよ。スリーポリンキーズ？うわ、クモリンが食べてるそれ。あ、ポリンキーだ。やっと気づいたか。僕はサンさん、よろしくね。クモリンです。クモリン。は、はい。どうして野菜や魚を食べないんだ？そうやって好き嫌いする子供たちがいて悲しいな。そうなんだよね。ポリンキーたちも悩んでるんだ。野菜や魚には栄養がたくさん入ってるのに。そうなの？そうだよ。野菜には体を作る栄養がたっぷり。野菜を食べないと風邪をひきやすくなったり体に良くないんだ。知らなかった。バナナやお菓子もいいけど食べ過ぎると美味しいご飯がお腹いっぱい食べられなくなっちゃう。僕美味しいご飯たくさん食べたいよ。僕も。お魚は骨を丈夫にしてくれるんだ。だからちゃんと食べなきゃダメだよ。そうだよ、クモリン。ほら、食べてごらん。なに、これ？玉ねぎのブロッコリー詰めだ。ピーマンの肉詰めじゃなくて？クモリン、食べられる？こんなの食べられないよ。なぜだ？じゃあ、これならどうだ？今度はなに？人参の唐揚げだ。鶏の唐揚げじゃないの？おいしいぞ。ああ、傷ついたぞ。はーい、お魚だよ。なんじゃこりゃ。もう食べられないよ。やっぱりダメか。頑張ったのに悲しい。あれ、どこ行っちゃうの？ちょっと待ってよ。好き嫌いは心が痛むぞ。悲しい。クモリン、野菜とお魚食べよう。やだやだ、食べられない。僕たちはもう帰る。せっかくお友達になれると思ったのに。タンさん、どうしよう。仲良くなれる方法はないかな。あー、いいこと思いついた。今日のお絵かき。